とりあえず乾杯。くー、どうも、はじめです。本日ね、ホテルに泊まってるんですけれども、ここのホテルがオールインクルーシブ、何でも食べちゃって何でも飲んじゃっていいっていうホテルなんですね。まあここで暴飲暴食して行っちゃおうってわけでね、朝からですね、ビールを楽して、もうホテルでぐだーっと飲み食いしていきましょうという話でございます。グッドモーニング。中に肉とチーズ。カリビアンサラダ、チキンと、まあ、野菜と、あとなんかカレーベースのソースみたいな。あー、うまっ。冷えとるな、完全に冷えとる。チキンプリと、めっちゃうまそう。これチーズがすごいな、こう表面を炙ってる感じ。うまっ。あ、これが新食感ブリトーですね。このブリトーは最強にうまいかもしれない。キャッチオブザで今日取れたての魚をディープフライしたやつですね。ちょっとレモンを絞って、レモンじゃねえ、ライム。うまっ、これうまっ。モヒート、ありがとうございます。だいぶ酔ってきました。すいません、ちょっと目が開けられない状態です。すいません、何杯目だこれ。ここのモヒート、うまっ。セルベッサ、ビア。飽きたでしょう。もうどんだけ酒飲むんだと。私もだいぶ酔っ払っております。
次の日になりました。あービールがうまいね。というわけですね、昨日は最後ちょっとどうなったか分かんないというか、もうグダグダになってしまいまして、最後ね食べ物の紹介とかどんだけ飲んだとかスルッと多分ね終わってたと思う。撮ってなかったからすいません。というわけでね、こうやってねオールインクルーシブのホテル、まあ世界中いろいろあると思うんですけど、やっぱね素晴らしいよ。なんかお金を気にせずに、まあもちろんねちゃんとそれなりの分のお金を払ってるんですけど、やっぱねこう気兼ねなく、なんかこうあこれいくらだろうなとかね、なんかそういうのがなくグビグビ飲めるね、ガツガツ食えちゃうっていうのはねやっぱいいっすよね。うん、僕なんかやっぱりちょっと貧乏症というか、これいくらするんだろう、チップがいくらだろう、バジェットがもうちょっと安くなるからなんかね、そういうのを考えちゃうのがないってだけで、これ素晴らしいです。はい。もう一回乾杯。はい。皆さんもね、ぜひこれね、ホテルあったら泊まってみてはいかがでしょうか。本日は、暴飲暴食、デイというわけでね、動画を見ていただきましてありがとうございます。この動画がね、よかったね。めちゃめちゃうまそう。飲んでるね、食ってるねって人はね、グッドボタンください。お前、食いすぎだから。いや。って人はね、グッドボタンいっちゃってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon.メキシコのスパゲッティですよ。味がない。辛っ。ケチャップかと思った。めっちゃ辛いこのスパゲッティ。辛っ。まあ全体的に味付けは美味しいです。まあ、このレストランってよくさ観光どっかにツアーに行った時に強制的に寄らされるイベント発生するじゃないですか。なんか例えばどっか宿にピックアップに来てもらって、とある観光スポットにバスで連れてってもらいます。まあ、ちょっとしたツアーですね。で飯はここで食えよみたいな、まあ、そういうレストランなんですけど、でここはメキシコのね、まあ、そこそこ田舎のとこになるのかな。でも思ったより美味しい。やっぱメキシコはなんか外れがないね。食がうまい。そしてやっぱこういう外でさ食べてるんですけど、このハエ、このハエがかかってくるわけよ。それがいいのやっぱり。あなんか旅してるなみたいな。このハエがなんかこうスパイス、逆にスパイスになっちゃってる。スパゲッティのソースがかかった方が辛い。新感覚チリスパゲッティを食べてお別れしたいと思います。Thank you.